はい、今回はですね、こちらのカブトムシを使用していきたいと思います。ではね、こちらのカブトムシ標本にね、なっていると思います。はい、こんな感じでね、はい、こういう感じでね、標本になっているんで、今から使っていきます。はい、ではね、一つ一つね、昆虫針をね、抜いていきます。硬くなっているので、ちょっとでもね、昆虫針をね、ひねってしまったりするとパーツがね、折れてしまう可能性が非常に高いので、丁寧にね、取ってください。ということでね、どんどんね、昆虫針を抜いていきます。しました。はい、こういう感じですね。こんな感じでね、標本ができております。はい、こういう感じ、まるでね、ほら、おもちゃのような感じですね。リアル的なね、おもちゃのような感じになりますけども、これは本物の標本になります。ということで、今からね、こちらの標本を使います。はい、ではね、先ほどの標本をね、後ろにね、取り付けていきます。はい、こういう感じでね、取り付けさせていただきました。はい、こちらですね。こちらはミヤマクワガタが飛び立っているところですね。敵の方に向かって飛び立っているシーンを作っております。はい、そして、はい、こちらですね。こちら手前のスズメバチはですね、敵の方にね、向かって急降下しているシーンになります。そして後ろのスズメバチはですね、クワガタを運んでいるね、シーンになっております。はい、こちら、はい、カブトムシですね。カブトムシはある標的に向かって急降下をしているシーンを作っております。はい、こういう感じでね、いろいろ作らせていただいております。はい、こちらですね。こちらはスズメバチがですね、クワガタを食べているシーンになっております。はい、こちらですね。はい、こちらカミキリムシと、そして奥のね、スズメバチがですね、敵の方に向かってね、飛び立ったシーンになっております。はい、こういう感じでね、いろいろね、作らせていただいております。ということでね、まだまだね、いろいろなね、標本を使ってアートのものをね、取り付けていきたいと思っております。はい、そして上ですね。はい、上は天空の島、ゲロッチョン島ですね。こちらのね、ゲロッチョン島ですね、作ってね、長いこと経ってるので、あちこちね、痛みがあります。だからね、その痛みをね、またね、一部一部ね、再開発をね、していきたいと思ってるんですけども、まあ、これをね、自然のものをね、使ってるんで、ちょっとね、月日がかかってしまいますけども、ご了承ください。そしてね、一つ一つね、パーツをね、交換していくのでね、どのようになるかね、楽しみにしてください。そして、はい、こちら下はね、戦いのシーンをね、作っております。今後ね、いろいろなものをね、作っていきます。では、またね、よろしく。